こう、こう下こう下こう下。うわー、信じられないような技を連発する少林寺拳法の井上博文先生。武道空手の深い世界を見せてくれる中達也先生。もはや黒帯ワールドの大スター。なんとこの2人に会えるイベントが決定。 DVD 少林寺拳法未来への宝物発売記念、2月15日に東京都内で開催です。今日は特別に前作大いなる遺産2少林寺拳法 DVD 発売記念イベントの様子をお見せしちゃいます。技術ですわ。抜けちゃってるぞ。正中線合わせて中先生と井上先生に会えた皆さんの驚きと喜びの顔、たっぷりご覧ください。はい、じゃあ前の人まず適当に座りましょう。はい、適当に正座。はい、適当に礼します。心込めない。はい、じゃあ上の人をグッと押せ。そんな強く押さなくても大体で、あの立てないぐらい。はい、立って立てないぐらい。はい、じゃあそうです。その力を覚えてくださいね。はい、次立って。はい、ではかかとと、かかとをつけて、かかとって字は足辺に重いって書きます。そこに重心圧力です。はい、正座、重くしながらスッと落ちる。シムライ、はい、レイ、吸って吐いて、吸って、はい、正肩で収める。はい、グッと押さえて、はい、立ってください、上にグンと。おー、全員できた。私なんかも華奢で年なんですけど、あの崩し、落とし外しがあるじゃないですか。本当にガチンコになった場合に、その崩し方がなかなか何通りかの崩しがあるんですね。アイトンで、でもこれは強いんです。ここが強いところです。これガチでしょ。ここでも崩さなきゃいけないんです。ここでも崩さなきゃいけないんです。いけないんだけど、掴まれる瞬間にここが一番強いところをね、ここ掴むところを変えるんです。だから相手掴む意識があるから、そしたらこれはマイナスのところで掴んでるんです。すごい、それはマイナスのところで、だから掴んで、それを今度はパッと掴んだ時に安定してるでしょ。安定というのは不安定に近いです。こういう時にヘッポーって言ったことを聞くんです。だからちょっと一人にここでしょ、こいつで完全こう動く。それがこう来た時にこれ捕まえた瞬間危ないですけど、どういうこと。ほらだからこうやって来た時に、あれ、ここ来た時にこれ、ここにうちの、あの技じゃないですけど、崩しはこう来た時にこう一瞬の崩し。例えば、実際にこう前もと分からなくて、いきなり例えば掴まれてこう掴んで、とても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、技術ですわ。といくら例えばでかいからこう両方で押さえられて、まあ、これ守らないからですね。これ実際技かけるんですよ。それ危ないから、それをちょっと荒井翔司がちょっと来ますから。これ守らなきゃいけないですね。これあのうちの方が守らなきゃいけないですね、実際は。ほんで捕まれた瞬間にこれも崩して中先生 の、 あの、はい、書道の感じられない月というんでしょうか、はい、それを拝見したいんですが、じゃあ一緒にじゃあここからですね、もっと近くでこれでいいです。はい、これだけですね。はい、ここからこう触りますから、はい、もしこれです。はい、ここ触ります。そうです、上だ。そう、普通に行くとここで、そうそう、ここで感じたい。そうそうそう、感じますね。だからこれは速くてもいくらでしょう。ところが武道としてやると合ってると。あの人よりこっちは難しいんですけど。はい、グッと力入ってますね。はい、これこうすると抜けちゃってるでしょ。一緒です。それが
触ってやってるのか離れてこの空間をどうコントロールするかです。中先生 の, あの遠い前からの追い突きってのちょっと一度体験とかってダメですか。大丈夫ですか、はい、で例えば言いますね、ゆっくり言いますよ、はい、これだとすごく分かる、はい、大して怖くないじゃなくて、この正中線合わせて、はい、スッと入る、はい、ものすごく怖い、分からないんですよ、はい、いつまにかも来てる、そうそうですね、あと威圧感があるんですよ、あります、はい、だからそっちの気が浮くんで、その時聞いちゃうんですよ、はい、ありがとうございます。外から見て分かんないと思うんですけど、向かい合った人はすごいですね、はい、ありがとうございます。私も経験させてもらってどうぞどうぞ。よろしいですか。いや、もちろんです、もちろんです。はい、じゃあ右足前にするですね、はい、もう一回、分かりやすい例がありますね。こうすると、はい、あの上下、はい、そうですね、それを真ん中合わせます、ね、で、これ動かさない、ふるっと引くとだからこの物理的な速さじゃないんですよね、相対的な速さ、相手が、あ、もう入ってるっていう、誘導してほしいですね。はい、誘導されたい、どうぞ。あの彼そういうのすごくあのうまく誘導してくれます。私続いて。で体を鍛える。あ、そう、あ、もうちょっと、もうちょっと。そこで、そこへ、そうそうそう、お辞儀してください。そう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 。ここになる。うまい。いやー、皆さん楽しそうでしたね。どうです、参加したくなったでしょう。さあ、少林寺拳法未来への宝物 DVD 発売記念イベント2月15日に東京都内で開催です。 DVD を購入された方の中から抽選でご招待します。応募の締め切りは2月9日日曜日まで。肝心の DVD はどんな内容かって、それはこの予告編をどうぞ。皆さん、この映像を覚えていますか。そう、 DVD 大いなる遺産2少林寺拳法、空手の中達也先生が少林寺拳法の総本山で交流し大反響を巻き起こしました。あれから1年、ついに第2弾が実現。少林寺拳法未来への宝物、4時間の DVD、 今日はその一部をご紹介します。任せていいんですね。はははは。あ、これです。あ、わかりました。これです。はい。殴ってきた瞬間に。ここに重心乗っけながら。はい、ははははは。すいません、すいません。あ、わかっ。今日一番効きました。こう抑えながら、こう変えてるんです。で、ずっとこのまま、このままなんです。最初から。こう行こうとしたんですね。いた瞬間に。こっちですね。はい。じゃなくて、こう曲げたら、こう。こういう力を加えるんですね。この手の甲に対して、こういう力が。こういう力。あ、そうです。ああ。取りながら、これを、こっちこっち。ああ。こういう感じになるんですけど。うわ。え、すごいですね、これ。だから、ここで取っといて、もうそのまま。次に必ず足を開いちゃう。あ、そうですよ。ガンって。ガンって。そうなんですね。はい、じゃあ、ちょっと前です。これはダメですね。肩出して。して、してます。まっすぐ取った。だから、こう来た時に、こう引っ張ろうと引っ張り合いになるのね。だから、こういったらもうこう落とす、普通はこう引っ張っちゃうんで、それを右に出ながら
はい、右足出ながら右出ながら、そうそうそう、おー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 おこういうふうにしよう、あ、そうです、もうそうです、もうその通り、あ、そうこう、つけて、なになになに、円運動ですね、こうやって強いでしょ、はい、で、これちょっと円運動で、こっからまあ技がこうもらってこう返す、そうです、そうです、ああああひなしながらこう入る、すぐ大事にスッと言いなした、その発想が面白いです、僕らどうしても今、うん、いなしたとしてもここで聞かしちゃおうっていう発想じゃないですか、それをこっちが、そうです、あそれでこれが出来上がった。そう、東進先生が一人で、ほぼ一人で作り上げられた。そうですね。それまだ30代。だから、ジロッと見て、今日は演武見るから、技見るから、着替えて道場上がれって本土に言われて。突然です、ね。突然。なんだ今日はって、山崎笑い、この演武やってみろって言われて。